孤児院で暮らす少女アーヤ。ここでは全てが彼女の思い通り。熱いお茶を飲んだら姉路の澄んだ風まとい、さっさとカゴいっぱいイラクサを取ってきな。流しにあるのも全部だよ。何があってもマンドレークを煩わせるようなことをするんじゃない。二度とこのことで煩わせるな。私に魔法を教える気なんてないんだわ。君が一番知りたい呪文は終わりの方にあるよ。あんた喋るんだ。新しい家で起こる不思議な出来事、そしてアーヤに隠された秘密とは。よし、負けるもんか。アーヤと魔女、総合30日夜7時30分。ねえトーマス、あの二人なら私たちの思い通りに操れるようになるよ。